イングベイ・マルムスティーン、イングベイ・マルムスティーン、または、イングベイ・ヨハン・マルムスティーン、イングベイ・マルムスティーン、イングベイ・ジョハン・マルムスティーン本名、ラーシュ・ジョハン・インバ・ランナーバック、1963年6月30日帯は、スウェーデン・ストックホルム出身のミュージシャン、ギタリスト、作曲家、マルチプレイヤー。インギーの愛称で親しまれている。ただ、本人はこの愛称を、 あまりよく思っていないとされる。ロックギターにクラシック音楽の要素を盛り込み、驚異的な即弾きでギター奏法に大革命をもたらした。日本ではマイケル・シェンカーの神に対して王者と呼ばれる。1963年6月30日、4人兄弟の末弟として出生する。生まれて間もなく両親が離婚し、画家の母に育てられる。 10歳までは軍人である父方のランナーバック性を名乗っていたマルムスティーンは型の性の英語読み5歳の誕生日にはプレゼントとしてアコースティックギターを翌年の誕生日にはトランペットを母からもらうがどちらも興味がなくやっても長続きしなかったという1970年世界的なギタリストジミ・ヘンドリックスが死去した TV で 彼の特集番組を見てギターに興味を持ち練習を始める。また、姉からディープパープルのレコードをもらい、ここでもまた大きな影響を受けギターのコピーをし始める。彼が音楽から影響を受けたのには姉も関係していたようである。この頃からクラシックも聴き始めバイオリンの楽譜をギターで弾くことにも挑戦していた。少年時代は英語と美術の成績は すこぶる良かったものの甘やかされて育ったため素棒な少年で不登校気味であった。母親は学校に行かずに家でギターの練習をする生活を許したので自宅でたっぷりとギターの練習をした。やがて学校の廊下をバイクで走るような問題児になり15歳の時に学校を退学、ギター修理店でデュート制作をしていた。しかし姉のロロレナーバックへのインタビューによると 仕事はしておらず、いつも自宅地下の練習場でギターを弾いており、食事は祖母に頼っていた。1983年、イングベイのデモテープを聴いた、シュラップネルレコーズのマイク・バーニーの誘いで、ロサンゼルスへ渡る。地元のメタルバンド、に入り、同年これを脱退し、グラハム・ボネット率いる、アルカトラスに加入し名声を得る。1984年、 自らのバンド、ライジングホースを結成。ソロデビューアルバム、ライジングホースをリリース。1987年6月22日、ジャガー E タイプを運転中、木に激突するという大事故を起こす。8日間にわたる意識不明の渋滞で、右手に、後遺症による麻痺もうるさいリハビリでなんとか、克服するが、細かなテクセアートのギタープレイ自体にも、支障を抱えることになる。 1988年、ホースアルバム、オデッセイをリリース。同年、母、リグマーが死去。1989年、ライジングホース解散。以降は、自身の名で活動をしていく。1990年、母に続き、2位、ビヨンが、鉄道事故により高い。1991年、同郷の歌手であると結婚。 1990年発売のエリカのアルバムに参加するなど良好な関係ではあったが、1992年に離婚。1993年、当時の婚約者、アンバーの母により、自分と娘はイングベイに暴力を受け監禁されていると通報され、一度は逮捕されるが、5人と明かり釈放される。アンバーの母親は結婚に反対していた。 その後アンバーと再婚も、当時のメンバー、マイク・ベセーラとの不倫疑惑に同し、1997年、離婚。1998年、現在のマネージャーである三度目の結婚相手、エイプリル夫人と間に、長男のアントニオが誕生。翌年、息子と共に、バーン、死11月号の表紙を飾る。1999年、アルバム、アルケミーをリリース。 これ以降は、ライジングフォース名義で活動していく。2008年、自らのレコードレーベル、ライジングフォースレコード設立。2009年、ディープパープルと日本で、ジョイントツアー。2012年、アルバム、スペルバウンドをリリース。本作はボーカルを含めたすべてのパートを、イングベイ一人で行っているが、ソロ名義ではなく依然、ライジングフォース名義である。 2013年、自伝本を出版。ラウドパーク13で来日し、急遽、大鳥を務める。2018年現在、一時期イングベイ個人のみで、ライブ活動をしていたこともあったが、再び現、レギュラーメンバーを従いツアーを行っている。楽曲の特徴は、俗に言う欧州メタルのスタイルに、ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローというスケール。 本人が言うところのフリジアンスケールとアルペジオをおもとした高なギターソロが加わるところである。スウィープ奏法やエコノミーピッキングなどのテクニックの存在を広く知らしめたとも言われる。インストゥルメンタルにおいては大部分がインプロビゼーションに基づいている。その超絶なスケーリングは19世紀の名バイオリニストであるニコロパガニーニの技巧に多大なる影響を受けたとされる。 ジミ・ヘンドリックスやブリジョン・ロートなどのギタリスト、ジェネシス、ディープ・パープル、クイーン等の影響が強く、それらのバンドが得意としたクラシカルで、正義な運動、リッチー・ブラックモアが初期レインボーで展開、確立した様式美をヘビーメタルに導入し発展させた作風で、欧州や日本における人気を確立した。自らが7歳の時にテレビで見て、 ギターを始めるきっかけになったとされるのが、ジミ・ヘンドリックスである。またスケーリングや、ジミの解釈に、多大なヒントを与えたのは、ウルリッヒ,ヒロートであるの認識が知られている。しかし、マルムスティーン自身は、スウェーデン時代に、初期、スコーピオンズをカバー演奏していた映像が、残っているにもかかわらず、ウルリッヒからの影響を初期には、否していたが、現在は、 皇帝に展示敬愛するギタリストの一人として挙げている。驚異的な即弾きばかりが強調されがちであるが、頻繁に交代するボーカリストに合わせて、作曲の傾向を変えたり、即興的なフレーズにもさえを見せる器用なギタリストで、ブルースロックもプレイできる、アルバム、トライアルバイファイアー、ライブインデニングラードのスパニッシュキャッスルマジックなど、使用機材は一貫して、 フェンダーストラトキャスターとマーシャルアンプでリッチーブラックモアの影響が大きい。2008年11月には以前メインで使用していたダックオキズなどの詳細が再現されたレプリカイングベイ・マルムスティーン・トリビュートシリーズストラトキャスタープレイラウドが限定100本でフェンダーより定価180万円で発売された。ストラトキャスター以外にもギブソンレスポール。 ストラトキャスターと同じレイアウトに改造した、ギブソンフライング V、SG を所有し、レコーディングやステージで使用することがある。また、アルカトラス時代には、荒井貿易株式会社が、バンド側とエンドースメント契約を交わした事情から、アリアプロ2のギターを主にステージで使用し、当時の広告にも登場した。エフェクターは、最低でも DOD250。 オーバードライブプリアンプとボス n s に、ノイズサプレッサーはラックに組み込まれている。2000年代に DOD 社と共同で開発した AIM308 プリアンプオーバードライブを使用。2014年1月のラムショーにて、フェンダー社よりイングベイマルムスティーンオーバードライブが発表され、現在はこちらを使用。レコーディングで工具社のギターシンセサイザーシステムを使用していたことも、ある。 トリロジー、オデッセイ機のギターテクニシャンであったイアン・バーガソは、彼、イングベイは、フットスイッチをとても激しく踏みつけるので、それらをよく、壊す。彼は、激しく踏むと、エフェクターがよく効くと思っているようだと語っている。ピックアップは10代の頃から30年以上にわたって、ディマジオ社製の製品 FS-1、HS-1、HS-2、HS-3。HS HS-4 を使用し密月関係を築き上げていたが、2010年より、セイモアダンカン製作のピックアップ、エイム・フューリー・ ST ・ KS10 を新たに使用することを発表した。ディマジオ社はこのことに対し、マルムスティーンは、金でダンカンに寝返ったと憤慨しにいる。2011年、ウィンター・ナムショー2011にて、シグネチャンプ・マーシャル・エイム100を発売した。 イングベイ自身使用している様子は不明、両な点がある。2014年、ザナムショー2014にて、イングベイマルムスティーンシグネチャーアッコセサースを、フェンダーから発表した。中身は、ギグバックケーブル、弦、チューナーをオーバードライブエフェとストラップである。2019年、ザナムショー2019にて、シグネチャーモデルギター発売30周年を記念して、 フェンダーカスタムショップより4色、オリンピックホワイト、バーガンディーミスト、ソニックブルー、キャンディーアップルレッドのインベイマルムスタインシグネチャー、ストラトカスターが発表された。テーカー7 1 5 0円となっている。弦は1弦が008から始まるものだが、ボトムの弦が通常のセットより太いヘビーボトムのセットを使用し、弦のアクションは高くセットされている。 また彼のトレードマークとなっているスキャロップ指板によって軽いタッチで応援できることからあの驚異的な速弾きが生み出される。柔らかいピックでフルピッキングフレーズを弾くとタイムラグが生じるのでピックはダンロップ製 1.5mm 厚のかなり分厚いものを使用している。嫌いな音楽は数あり特に好きではないのはフュージョンだと言われている。理由は ベースが調子に乗って前に出ているからであるという。イングベイ自身の主張によると、先祖はスウェーデンの貴族であり、1622年に銀の鉱山を発見した功績を称えられて、スウェーデン国王から白尺の位を与えられたという。また、マルムスティーンの姓はこれに由来し、マルムイコール、銀の、スティーンイコール、鉱石の意であるとしている。現在、自宅には、 白爵の紋章が飾られている。これをモチーフにした曲が、オーバーチュアー1622マグナムオーパス収録である。スウェーデンの貴族制度は1921年に廃止されたが、当時作成された爵位を持つスウェーデン貴族名簿には、父方のランナーバック家も母方のマルムストン家も掲載されていない。マルムストン家の身分は、アドリガーターであり、 これは一番身分が低い貴族でかつ、尺位のない貴族であり、白尺ではない。実質的には英国におけるナイト尺のようなポジションである。1995年時、ライジングフォース、トリロジー、ザセブンスサイン、マグナムオーパス2000年時、ライジングフォース、トリロジー、ザセブンスサイン、アルケミー、コンセルトスイート2012年時、ライジングフォース、アルケミー、 アタック、コンセルトスイート、リレントラス。なお1995年の来日時は、今までの最多回数の17講演を行い、かつ最多動員数を記録した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。